過去内親王は、日本の皇族。未来は内親王。継承は殿下。お印ししは優奈。な。君党は、法官大受賞。秋篠宮文人親王と、同妃、の子の第二女子。徳人はおじにあたる。姉に真子内親王、弟に、久人親王がいる。住居は、東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある、秋篠宮邸で、改修工事に伴い、 2022年3月まで、五家具所に仮住まいしている。2014年12月に、青年皇族となり、宮中行事に参列するほか、公務に携わっている。少年の市長全国大会や全国、高校生手話パフォーマンス甲子園、全日本高等学校馬術競技大会などの出席が恒例となっており、外国公式訪問を経験するなど、公務の幅を広げている。 2019年撮影2019年9月、初めての外国公式訪問として、国交樹立150周年を迎えたオーストリアとハンガリーを訪問した。滞在中、大統領表敬や国交樹立150周年の記念式典などに出席したほか、日本人学校を視察するなど、在留法人とも交流した。未成年児は年間305万円。 青年になってからは年間915万円が後続費として毎年支払われている。2015年5月、インターネットの電子掲示板に過去内心脳の名を上げ、逆らえないようにしてやるなどと危害を加える内容の書き込みをして工具警察の業務を妨害したとして東京都新宿区大久保2丁目の無職の男が儀系業務妨害の疑いで逮捕された。男は 大筋で容疑を認めているという。逮捕された男は、投稿内容が事件として報道されているのを知り、5月20日夜に、新宿警察署へ出頭した。ありがとうございます。